はい、こんにちは、ともチャンネルです。今日も千葉の民話民謡を見ていこうと思います。はい、ちょっと前に柏のね、デイダラボッチっていう巨人の伝説を紹介しました。でね、よく見たらね、同じような名前でデイダラボーっていうね、市川市の民話がありました。これちょっとね、まあ巨人伝説とね、かぶっているところなんで、ちょっと気になったんで見ていきたいと思います。これ見たら読んだらね、腰から上は雲の上に突き出すほどの大男、そんな風にね書いてあるけど、これはちょっと信じがたいとこですよね。はい、でははい、市川の昔話デイダラ坊、これ見たらちょっと雲の上にね顔を突き出すような感じじゃないですよね。まあでもこれはただの絵ですからね。昔々の大昔、相当大昔なんだねこれね。この辺りに大男が住んでいました。名前はデイダラ坊とかダイダラボッチとか言われてたようです。やっぱりね、名前はね、ダイダラボッチとか、そんな名前なんだろうね。これね、ほら。腰から上は雲の上に突き出していてっていうね。雨がどちゃどちゃ降ってもすねが濡れるくらいでした。かなり大男ですね、これね。デイダラ坊は富士山に腰をかけて、霞ヶ浦で足を洗っていました。富士山に腰をかけてっていうぐらいだから、富士山より高いってこと？ねえ、相当高いよね。富士山が例えば 3000m として、この大男は腰をかけるっていうことは、腰は 3000m より高いってことだもんね。もうだからこんないじゃないね。デイダラ坊がイノシシやシカやウサギを捕まえるとき、ちょっと待って、その大きさでイノシシやシカやウサギを捕まえるって、どんだけ細かい作業ができる巨人なのこれ。すごいね。で、歩くときはもうズン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 地響きがあってね、相当やっぱり大きいんだろうね。でも、イノシシやシカやウサギを捕まえることができる細かさを持ってるわけだよね。はぁ、っていうね、すごい昔話ね、これね、本当に。んで、山を動かしてもらえんだろうか。てか山を動かすほど大きいってことは、ウサギなんか砂粒より小さいんじゃないの？人に例えれば砂粒よりちっちゃいんだろうね、きっとね。それを捕まえるんだから大したもんだよね。デイダラ坊は7つの山をずかずかひょいとまたいでやってくると、南の山をちょこっと持ち上げて北の方へ移してしまいました。山を持ち上げるっていうことは相当なね力持ちですよね。てか山をまず切り取らないといけないわけだからね。掘削考えてもらえばわかるけど相当大変ですよ。それがね、人と同じぐらいの大きさをね、穴を掘ろうと思ったらね、それはもう大変ですよ。それをね、山をちょっと持ち上げて北の方へってことは、やっぱり富士山を腰下ろすぐらいだから相当でかいんだろうね、これね。はい、この続きは図書館でお読みくださいということなので、まあそこまでね、する内容でもありませんでしたけども、これは完全におとぎ話、作り話だという可能性は高いですね。だけど、これが可能性であって、ほんの少しでもね、いた可能性もなくはない。くはないですね。
というのも、この大きさになると、この大きさというか富士山より大きくもなると、この大男の自重、要は地球の重力で耐えうる大きさには到底思えないんですよね。だと、もし耐えうる大きさだとすると、骨の大きさがもっともっと太くないといけない。で、それに似合った筋力が必要だから、もうだるまマッチョみたいなね、そんな大男のはずです。で、そう考えるとね、山をひょいっと持ち上げてとかね、そういった行動ができるほどの大男っていうのはね、考えづらいんでね、まあ、この物語は作り話でしょう。まあ、ただね、日本では本当、日本各地にね、日本各地じゃない、千葉各地にね、巨人伝説ありますので、そのあたりはまたちょっと別のね、機会があった時に調べてみようと思います。よかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。